え最近ですね、まあ、気象庁のまあ台風その他の発表それから長い間豪雨が続いた地球温暖化の問題、まあ、それから災害とまあ避難の問題というのがですね極めて混乱しておりまして、まあ、テレビでもああでもないこうでもないといろんな視点からですね、えー、評論家とか専門家と称する人たちが言っております。し、まあ、しかし、えー、例えばここまあ10年間ぐらいにですね え5年ぐらいかな、5年ぐらいにの間、気象庁が特別警戒警報を出して、それに基づいてですね107の市町村がですね実際に避難指示をしたわけなんですが、実際に移動した避難した人はですね住民の3%にも達しなかったとまあいうことで、だという話があるわけですねこれは実はですねあの今に始まったことじゃないんですよ。 えとかなり早,く早い時期に特別警戒でえ避難が指示された例えば三重県の四日市ですねこれ私の経験ではやっぱり2%に満たなかったんですね。で今度の岡山県の場合もそうだったんですよ。これはあの理由があってですね特別警戒であってもなくても理由があってですね全くあのもともと基本的概念ができていないというのはまず第一なんですね。災害と安全に対する基本的概念ができないな 私 NHK ぐらいは先行してちゃんとやるかなと思って昨日ですかね日曜日の特別番組を見ておりましたやっぱり全然ダメなんですね。これは NHK の責任というよりかむしろそこに出てきている日本の専門家のレベルが非常に低いということなんですね。でまあその災害と安全は非常に重要なのでここでは数回にわたってですねそれを考えたいと思っておりますがまず第一は攻撃側と受け手側の問題ですね。 攻撃があったのは例えば自然とかまああの戦争の時は戦争とかまあ事故の時は原爆原発とかそういったまああの日本国民に災害をもたらす方ですね、まあ、この場合の災害とは少し大きく構えて他国の軍事攻撃それから原発の爆発事故とかそういったものそれから台風とか地震とかそういったものですねそれと受け手側つまり国民側っていうのがですね これがまず非常に大きく概念として区別しとかなきゃならない問題なわけです。まあ、気象庁についても私が非常にこう少し改善を求めているんですけど、それはなぜかと言いますとですね、気象庁っていうのはどのくらいの気象げあの自然現象としてですね、どのくらいの危険性が来るかということを予報する役割を持ってるわけですね。もちろん過去の気象の整理も持ってるんですけども。 えー、これからの予測も持ってるわけですね例えば地震だとか火山の噴火だとか台風とか豪雨とか、まあ、強い風とかこういったものですね。でこれはですね今あの気象庁自身が命を守る行動をとってくださいなんて言ってるからわけが分からなくなっちゃうんですけど気象庁は、えー、命をとあー守る行動とは全然無関係なんですよ。 えと気象庁が言うべきなのはですね例えば台風に絞りますと台風がいつどういう進路で来るかとどのくらいの風とかどのくらいの雨、まあ、その他のことが起こるかということをでできるだけ確実に、えー、示すすということですね、まあ、あの直接的に現在ですからネットで示してもいいしそれから報道機関を通じて示してもいいあくまでもそれは攻撃側なんですよ。台風側なんですね。 命を守る行動っていうのは行動を取る側ですから国民側ですからそこに、えー、言葉を及ぼしてしまうとですねだから現在のその、えー、災害が多くなってるのはつ気象庁側には2つ理由があって原因があって1つは命を守る行動なんていう全然関係ないことを言ったりですねそれから異常気象もそうですね異常気象っていうのはですね災害の場合は難しいんですよ。 普通の生活ってて傘を持っていくかどうかなんていう時は異常気象がいいんですよね。だけども災害っていうのはですねほとんどの場合異常気象の時起こるんです。というのは異常気象っていうのは30年に一度というふうに一応定義されてるんですがこの避難しなきゃなんないような気象っていうのは常に異常なんですよ。最近異常気象が多いとかそういうことじゃなくてそれ,それもまあ違うんですね。つまり異常気象を言ったってダメなんです。災害っていうのは異常気象の時しか起こらない。 つまり平穏ななには起こららいんですからねだから気象庁の役割はあくまでも何ミリの雨がどこに降るとかそれをもう徹底的に現在のこれ全然避難しないんですよいや現在の科学の及ぶところで正確に流すってことなんです。それを受けて今度自治体はですねそれを速やかに聞いて救助にあたる消防署はですねさらにそれを具体化する必要があるんですね。これはどうしてかって言いますと例えば大雨が降るといったってですね えと全然高台にある家は関係ないんですよ川もないと例えば高原の町なんてですね雨が降ってなんか非常にまずい時もあるかもしれませんがほとんどないわけですね私の家なんかもやや高台なんで、えー、大雨はほとんど関係ないんですよ大風もまあほとんど関係ないんですね台風がどこ,どこ通ったってうちは少なくとも私のうちはまあ避難しなくていいんですよまあそれがもっとひどかったら大変ですよ 例えば1時間に1,000ミリ1時間に100ミリを今異常つってるんですけどこのくらいでは私のうちなんか全然関係ないんです私のうちっていうか私の区っつってもいいんですけどねあ全然影響ないんですねだから影響があるかどうかは気象庁は絶対わからないんですよ気象庁は災害の規模を示す攻撃の大きさを示すだけなんですよじゃあ受け手の方は自治体なんですねで受けけはできるだけ 細かくななきゃいけないけんですよ例えば四日市でもですね川に近いところと川から坂を上って絶対に洪水があったってつからないところってあるわけですからそれを一律にですねある町だからっつって行政区だからっつって何とか町は全部逃げてくださいってってどんなことあったってうちに来ないよねってことになるからダメなんですよね。それから消防署は非常に重要なんですよ消防署が助けるわけですからまああの外国の例を見ても消防署長が テレビで呼びかけるもしくは、えー、防災手段で呼びかけなきゃいけない消防署長が何時何分ごろこう堤防が決壊しそうなので,何,分までに何時何分までに荷物を片付けて、えー、避難してくださいっていうのは消防署長なんですよね責任者なんですよまあ市,市長がやっても市役所の市,市長がやってもいいかもしれないけど、まあ、一応消防署長なんですねこれが責任の明確化ですこれが一番重要ですね あの、この前 NHK の休みしたら、それや、言ってくれなかったんですよ。これはまあ NHK の責任よりか専門家ですけどね。攻撃、攻撃側を気象庁が言う。気象庁の警報っていうのは、あれは逃げろというんじゃないんですよ。えっ、ー、と、警報っていうのは、災害の大きさを言ってるだけなんですよ。で災害の大きさに応じて、今度は受けてがですね、自分の立場。例えば、小学校だったら登校、投あ小学生だからとか、大人だからとか、 会社だからとかここは土地が低いからとかですねそういうことで避難するとか避難しないとか行動しないとか学校休みにするって決まっていくわけですねですからまずは日本はその概念がないということがまあこの前 NHK の放送で分かったわけですよ何専門家何それも分かってないのって感じなんですよ気象庁はもっと言うべきだなんつってるんです命を守るなんつってるんですよで個人が あの一言だと思ってる。いや、一言なんですよ。あの異常気象も一言なんです。一言じゃない情報を流すってことなんですよね。だって、高台に住んでる人が、川がものすごい下にあって、どんなに溢れても気象庁は溢れる。気象庁じゃなくて、自治体は溢れる程度言わなきゃいけない。一メートル冠水します。だって、十メートルの高さにいる人は関係ないんですからね。それから、個人っていうのはですね、どういうことができるかと,と。 火災道具を2階があれば2階に上げられるけれども2階がない人はどうするんだってわけですよ。早めに逃げましょうと早めに逃げたら全財産も失うこともあるしそれから祖先伝来のものを失う時がある。だけど自分がいれば床上浸水ぐらいだったら守れるかもしれない。しかし屋根まで使って自分も死んじゃうんじゃメだっていうことなんで具体的に何かの情報がなければ個人が身を守ることができないんですよ。身だけ守ればいいってわけじゃないんですよね。 やっぱり必ず死ぬって分かったら身だけ守らなきゃいけないんですけども床下浸水とか床上浸水ぐらいであれば本人がいれば随分助かるわけですから財産は財産っていろんな財産ですよお金目の財産もあれば心の財産もあるわけですよね。それはどうするかっていうことがこれが自治体の役割なんですよだから受け手側の情報受け手側の事情っていうのを考えなきゃいけないですね。 全然今ねね国民はもう、ね、なんか人形だぐらい思ってるんですねだから気象庁が命を守る行動なんて何って言ってるのか全くわからない NHK も言ってることわからない自治体も言ってることわからないだから1%とか2%の人しか移動しないまず大切なのは災害と安全の問題は攻撃側と受け手側に分けて概念を整理せんといかんと、まあ、こういうことになります。